疲れ様です。今日は4月7日です。はい、今日はですね、朝から石井さんのところに行きまして、生徒さんのねギターを回収していきたいと思います。結構前にね預けたんですけども、石井さんが今ねめちゃくちゃ忙しいという状況なので、ちょっと時間がかかってしまったんですが、それはねもう了承済みというか、こんな忙しい時にねすいませんという形でね無理やりお願いしたので、はい、全然ありがたいんですけれども、で、レッスンはね今日は午後2つかな、割と時間がありますので、戻し作業をねやっていきたいと思います。今日で通常サイクルに戻さないとまずいんです。はい、頑張ります。朝か到着です。石井さんも来てるかな。おはようございます。いや、ありがとうございます。お忙しい中すいません。いえいえ、まあ、とりあえずはい、おこれ作り直して、うん、で、1、1、うん、あ、いいっすね。1、1ってこれだから1、0だったらどんだけベロベロかってのイメージわかるじゃない。そうだね、高くてわりかし剛性も取ってあるっていうだから、やっぱりゲームのゲージが上がってないとならないんだね。うん、ならないってことはそのテンションが、要は弦が引っ張れないからさ、引っ張る力が足りなくてってことになっちゃう。うん、すごい、ありがとうございます。完璧ですね。一応の使った弦のパッケージお客さんにあれするかもしれないと思って、うん、ありがとうございます、はいはい、あと交換して元のサドルね、はいはいはい、一応入ってます。こっちも全然低いんで、うんうん、まあ、もしね万が一こうトップが膨らんできちゃったとかでさ、弦高が上がりすぎちゃう場合、はいはい、こっちのサドルに変えたタイプが有効になるケースも、あー、なるほど、まあ、場合によってはあるかな。はい、ギター回収してきました。めちゃくちゃいい感じになってます。で、生産に連絡してね、これをまたお届けしたいと思います。じゃあ戻ります。はい、いただきます。はい、戻ってきて動画の編集を進めております。こちらが今日のやつなんですけど、まあ、今日は絶対2本上げるっていう目標があるんで頑張っていくんですが、なんとかレッスンまでに2本行きたいんだけどね。これは5日の話ですね。で、この動画の中でも言ってるんですが、 Mac mini のねその他問題っていうのがありまして、ストレージを圧迫してるんですが、いろいろ昨夜ね調べてたんですよ。でもよくわかんなくて、結局その生徒さんが言ってたコマンドがどうこうとかっていうやつは、とりあえず1個ソフトをさ無料のやつ入れてみて、でまあ無料だからある程度こう制限があってさ、5ギガまでしか消せなかったとか、まあそういうのがあったんだけど、まだ買ってないですそれは。で結局こいつはね最新の
OS にアップデートしてしまいました。なんだっけな、モントルみたいなやつ。そしたらね、その他なくなった。その代わりに、アップっていうところがあのやたらでかくなった。多分表示の多分仕方を変えただけで結局は一緒なんだと思うけど、使える容量とか変わってないからね、結局ね。まあ、気持ちちょっと穏やかになりましたよね。なんかその他で謎の100ギガがドンっているよりも、そんな絶対使ってないのに、まあアップっていうところで90ギガみたいな風になってて、まあうん、まあいいかみたいな。謎のその他よりかまあいいかみたいな。で、MacBook Air の方は、その、最新のやつは、入れてみたんだけど、結局入ってないです。まあ、そもそも、そんな OS がさ、乗らないやつなんで、古すぎて。無理やりビッグサーを入れてるから、まあ、同じやり方でね、このアップデートも、入ると思うんですけど、通常のソフトウェアアップデートからはいかないということですよね。まあ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 、まあ、やってもいいし、やんなくてもいいっていう感じなんで、MacBook Air の方はね、とりあえずこっちだけやってみました。この最新の OS にねアップデートをこうやるっていうのがね、あんまりなんていうか乗り気じゃないんですよね。なんか不具合あったら嫌だなとか、今んとこ動いてるから問題ないじゃんっていうさところなんで、普段はやんないですね。あんまり結構様子を見るというかね、周りの。 OK、 とりあえず1本釘出していく、やっていきます。全然やることですと減らねえ。鍵出しチェック OK です。なんかあれだな、やっぱこう雰囲気違うな、新しいこの モントル。うわ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 、待ってくれ、使いづらい。よし、公開設定 OK っすね。おいならプロ棋士作ってもらいます。はい、プロ棋士待ちです。で、あ、そうそう、宅急便が届いてるんですよ。はい、今回はね Amazon で買いました。こちらはハードディスクでございます。もう Vlog のねハードディスクが満帆になっちゃって、8テラ、あ、これ6テラか。残り146ギガの空きスペースということで、多分今日の収録、明日の収録、まあここ2、3日ぐらいで多分満帆ですね。ということで、はい、今回安かったよ。6テラ。あ、今回6テラか。1万、いくらだったっけな。1万、あれ領収書、領収書ないね。1万2000円もしなかったんじゃないかな。なんかタイムセールやってて、ヤフーとね、比べるんですけど、いつも。だいたいヤフーのが安いっていう傾向だったんですが、まあ、今回タイムセールで、これ安かったんで。あ、でもいいのか。まだ満帆じゃないかな。はい。レッスンが1個終わりました。で、今来た生徒さんにね、一応デモ演奏お願いしますということで撮影しましたんで、これをですね限定公開で見れるように準備していきたいと思います。で、今日はあと1個あります。ちょっと休憩しようかな、これ終わったら。次のレッスンまでちょっと眠いんだよね。オッケーです。じゃあちょっと休憩。はい。はい。本日のレッスンも終了しまして、晩ご飯も食べました。はい、とりあえず落ち着きました。ふぅ、お腹いっぱい。
ではここからもう一本明日の Vlog を作っていきます。これを完成させれば一応通常サイクルに戻るという感じでございます。頑張ろう。はい、明日の Vlog の編集を終えました。いやこれでね通常サイクルにようやく戻ります。明日がね、午後からリズマティックのミックスで渋谷のワンハートスタジオ、あれワンハートスタジオだったかな、まあ、どこかしらに行ってね、とりあえずミックスやるんですけど、明日久しぶりにジェフと再会っていうことになりますよね。今回ね、全部もう撮り終えてるんで、12曲の全パートをね、それをジェフがこう聞いて、もうすでにノートがあってさ、それを明日はねやっていくんだと思うけど、まあ、一つ心配なのはね、渋谷のワンハートスタジオっていうところはね非常に狭いんですよ。そこにね、マイクとかアルバートとかで、アナもね結構背高いし、でかい外人が4人とこの日本人のねおっさんがさいや狭すぎるだろどう考えても。あ、そういえばジェフは行ったことないのか、あそこ。別にオンタイムで全員揃ってる必要ないんじゃないって感じですけどな。一応メッセージ入れとこうかな。やる順番決めませんかっつって